さあ、そして影響隊の方実況になります。影響隊がバイバイソン対鬼のバイパー、バイパーバイソンの組み合わせです。バイパーはウルトンを2ですね。バイソンはてか自分で選んでて自分でビビってる。本当に自分で2なんだと、お前が選んだ。バイソンは当然ウルコン1です。ウルコン2を選ぶ理由がない。バイパーはウルコンが溜まりました。ワンチャンス入ればウルコンで入れば一気に追いつくところ。ダイソンの逃げが非常に厄介。めくりたいから伝わらない。
体力で落ち着かない。運がよくないし、一瞬ヒヤッとしたか。ダイソンの情熱のこもったスマッシュ、さあ一歩こちらの前のダイソン。さあ5番レースで決勝を落とせないようにしてるのか。さあ続いて向かいにリーチ、タッパー合わせてくる。やり込んでる感じがする。決勝で、さあ小足にバックスコンテストを仕込んでいる。さあ台から落ちてみよう。順先投げが当たって湯割れがたまる。さあ後ろ投げナイスです。この辺りうまいお座りボード。さあと見せかけて前にも突っ込んでくる。どう進んだ。さあコパコパ、さあ先ほどから何度もやっている水力がギフタッパー。これハンドイートできないんでね、マーヤさんのプレイヤー性能が光る。さあ前方大佐前に立てね、大将犬頃いぶき静岡勢対アイステさあ以前にすべてリーチをかけた大存在犬頃いぶき。ダイソンアイドルすごくうまい。さあ新人のバックスが手を振ってね、息吹のショータイムが始まるか。いやしかしバックステルも使わせていく。最低限のダメージで済んだ。さあお互いゲージを頼んでいく。さあ突っ込んできた。さあ5番から投げはしっかりグラップ。投げ返すダッシュは。さあ整理から投げ、この投げはない息も詰める。ダイソンのポップボールは強い。この守ってると見せかけて突っ込んでくるってすごいうまい。さあリーチ、さあここでいく、この見せかけて下がっていく。非常に掴みづらいダイソン、うまいですね。さあ攻めてこないならゲージを溜めるよと犬頃が仕掛けていくが、さあ徐々に画面端に追い詰められているのが犬頃。その前に出てきた。さあ EX 捉えましたガード。さあダッシュを見てからコパンで止めてる。あとは相変わらずいいですね。さあ、突っ込んでくれ。ボタン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 ダメージ運んでいく。さあフォークのスノコの座りボード残り20秒。